こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはガツポン酢です。豚ガツを湯がいてポン酢につけてます。ガツポン酢です。主食は釜揚げうどんです。主食は釜揚げうどんで、これに野菜炒めですね。野菜炒め、もやしとキャベツの炒め物ですね。野菜炒めで、これに、卵、スクランブルエッグと落花生を食べるのかは腹具合次第ですね。ものすごく減ってたら食べます。で、体重が減ってくれてたら食べやすいですね。増えてたら諦めないといけません。なんとかちょっと減ってますね。体重 56.1、 体重 56.1、 体脂肪率 14.5、 体重 56.1、 体脂肪率 14.5、 基礎代謝1293、内臓脂肪レベル5、筋肉量 45.5、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 56.1、 体脂肪率 14.5、 内臓脂肪レベル5です。はい、もう一度、サムネイルはガツポン酢、主食はうどん、酢うどんで、キャベツともやしの炒め物があります。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。